さて、スペース X の ISS シミュレータードッキングシミュレーターがあったんで、これをやってみたいと思います。というかやったんですけど、3回目でやっと、成功しました。今回4回目はもうちょっと早くしたいと思います。成功したんでもう一回やります。はじめはライブ位置がドラゴン宇宙船の位置がだいぶおかしいんで直します。今200メートル離れてるんで、なるべく時間かかるんで超高速に行っちゃいます。これを0、1とかを全部0にしないと。あらら、あんまり早くしない方が良かったな。ピッチがね、今全然違うからね。ちょっと早すぎたかな。位置が全然違うから直します。 YZ を直さなきゃいけない。もう 100m 切ったからちょっと遅くしねえと。全然ずれちゃったな。やっぱこんな早くするんじゃなかった。1111をずらさないと。欲張っちゃったな。やっぱり欲張るとダメだ。難しくなっちゃった。
ダメだ、難しい。欲張っちゃったからだいぶ難しいですね、これは。でもだいぶ立て直したぞ。ゼロゼロ。もうちょっと早くしよう。だいぶ立て直した。あと34メートルで5くらい行ったらいいでしょう。ちょっとまた変なことしようかな。もうちょっと早くしよう。さああと10メーター。10メーターじゃない、さっきから10メーター行ったからあと25メーター。速度どうしようかな。これでまた速くするとぶつかっちゃうかな。まあいいでしょう。これでゆっくりゆっくり。
もうそろそろ NASA、あ、もう見えてるのか、NASA とかのマークは。ここにありますからね、NASA とかのマークは。さあ、ゆっくりしないとぶつかっちゃうで。もっとゆっくり。これ本物でもこんなギリギリまで調整してんのか。遅すぎるかな。ジョイスティックがあった方がもっと簡単なんだけどね。これが怖いんだよな。これ失敗じゃねえか、これ。いやー、危なかった。また成功しました。危ね。もしかしてこれキーボードで操作できるのかな？これやってみよう。一回。あ、キーボードで操作できるわ、これ。こっちの方が楽じゃん。
これがどうやってやるのかわかんないな。キーボードのどこのボタンだこれ。プラスマイナスはプラスマイナスでいくのかな。間違えた。早めに行こう。よし。もっと早くしよう。そろそろ遅くしないと。25m、 さっきよりだいぶ速く。10m 来た。キーボードの方が簡単だ。でもこれで
つくか。いたが、なんだ、早くてもいけんじゃない。さあ、2回連続成功したから、よしとしましょう。